行かなくてもいいと思いますけどね。来ましたね。あとチャンスだ、後藤シュート、うわー決まりましたね。追加点は大分取りにいた。決定的ですね。後半終了間際、この時間帯の大きな大きな追加点を置いた。これで2対0。後藤は前節や点を取って、やはりこうちょっとなんか吹っ切れたんですかね。非常に今最後のところでゴールキーパーをよく見て、まあ少しループ気味ですけどね、落ち着いてましたね。前節が11試合ぶりのゴール、そしてこれで2試合連続のゴールです。あれぐらい余裕を持ってね、シュートを打てるとやはり彼は2桁得点。